レバン・ケニアは、グルジア・トビリシ出身のサッカー選手。ポジションは MF。元ジョージア代表のゲオルギー・キクナーゼのおいである。1990年、現ジョージアの首都トビリシにて生まれる。若い時から才能を認められ14歳の時には、世界的なクラブの FC バルセロナにて2週間の訓練を受けた。FC ロコモティフ・トビリシでキャリアを始め、2006、07、 シーズンにプロデビューをした。2008年1月、ドイツのシャルケレイオンに4年契約で移籍した。ブンデスリーガのヒーユー選手は18歳以下の選手が、出場できないシステムのためにリーグ戦に出場することはなかったが、2008年10月2日、UEFA カップのアポールにコシア戦で、後半65分にゲーラルド・アサモアと交代して、 シャルケでのデビューを果たし、2009年4月11日のカールスルーエース C 戦でリーグ戦デビューを飾った。09、10シーズンは10試合に出場したが、足首の痛みに苦しめられたことにより、2009年10月25日の試合がシャルケでの最後の試合となった。2011年1月にはトレーニングを再開したが、数日後に再び負傷し、 9月にトレーニングした時も負傷した。2012年1月29日、2年ぶりに本格的な練習を再開した。2012年7月7日、シャルーケ公式サイトで、ロシアの FC ゼニとサンクトペテルブルクに移籍することが報告された。しかし一転して、8月14日、ウクライナの FC カルパティリビウと2年契約を結んだ。2007年9月8日、 ウクライナ代表との試合でジョージア代表デビューをした。2006年から2008年までジョージア代表を率いたクラウストップメラーはケニアについてジョージアの若手の中で最も優秀な選手と評し彼のような年齢で技術的能力を持つ完成したプレイヤーは見たことがないと述べた。2008年5月27日エストニア戦で代表初ゴールを挙げた。ありがとうございます。